じゃあ今夜さ。行く。はえな。どこへでもついていきますぜ、旦那。あ、そう。じゃあ俺んちね。今日の下着が思い出せないなるみであった。はあ。なんだよ、握手しろよ。俺ももう終わるから2分待って。あ、今ちょっと照れたな。広隆の顔色は伺えても己の下着の色はわからないなるみであった。なるみは思い出した、広隆も男であること、そして下着はベージュであること。せめてピンクの日に。よっこいしょ。ん？あ、ゲームするんですか。え、しないの？します。マリカーする？します。